ひらのしようじんぐうじゆうたっとおべえ、とべごううゆれるジャニーズ事務所の未来未来。日本のエンターテイメント界において、ジャニーズ事務所は長らくその影響力と存在感で知られてきました。しかしながら、近年、ジャニーズとの所属契約を終えた元タレントたちが、新たな舞台で活動する可能性が増えてきました。 その最新の例として、元キングピンス、キンプリ、の平野紫耀と神宮寺裕太が、滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社とべに合流するとの報道が浮上しました。この情報が事実である場合、ジャニーズ事務所にとっては大きな転機となり、その未来が揺れる可能性が高まっています。 平野ノシと神宮寺ー太が戸部に合流ジャニーズ事務所からの退所が発表された平野ノシと神宮寺ー太が戸部との合流の可能性についての報道が2023年6月20日に週刊女性、シフ生活者に掲載されました。この合流については これまで何度も噂が流れていましたが、今回はその詳細が伝えられたことから、多くの人々がその実現を期待しています。報道によれば、平野は新たな事務所を立ち上げ、神宮寺は戸部に所属する形を取る予定で、二人は戸部とエージェント契約を結びます。この決定は、 家族を含む関係者との熟慮の末に行われたもので、正式な発表は7月に予定されています。さらに、戸辺はまだ詳細な情報は公表していませんが、すでに大手レコード会社より2組のアーティストをデビューさせる計画を進めているとのことです。 ジャニーズ出身者の芸能活動に関する生涯ジャニーズ事務所から独立し、新たなステージでの活動を始める元ジャニーズタレントたちにとって、様々な障害が存在しています。ジャニーズ事務所は長らくメディアの圧力をかけ、元ジャニーズの活動を妨げることがあると言われてきました。 例えば、元ジャニーズタレントはコンサート会場の借り入れが難しかったり、テレビ番組への出演が難しい状況に直面していました。このような状況において、各業界も、ジャニーズ損度を考慮せざるを得ない状況にあります。同様に、元ジャニーズがメジャーレーベルから音楽をリリースするのも困難であると言えます。 滝沢秀明氏との連携による可能性滝沢秀明氏はアーティストプロデュース会社トベを設立し多くの注目を集めています。この戸ベとの連携を通じて元ジャニーズタレントたちは新たな舞台での活動をスタートさせることが期待されています。 一例として、先にジャニーズ事務所を退場した岩橋玄樹は、A、B 知事が所属するポニーキャニオンの系列から音楽をリリースしており、これが業界に大きな衝撃を与えました。今回の報道では、トベとの連携について、シクストーンズ所属のレコード会社が関与しているとの情報も浮上しています。業界関係者によれば、 滝沢秀明氏と連携するレコード会社は業界最大手のレコード会社と目されており、シクストーンズが所属するレーベルを所有していると言われています。これは滝沢氏が手掛けるグループに対する高い期待を示していることを意味しています。平野氏用と神宮寺雄太の遺跡による影響を平野氏用と神宮寺雄太が飛べに合流した場合、 これがジャニーズ事務所にとって大きな問題を引き起こす可能性があります。ジャニーズグループやそのメンバーたちにとってこの動きは大きなインパクトを持つでしょう。すでにシクストーンズやラビスジャパンなど滝沢秀明氏に近しいグループやメンバーたちが都米への遺跡を視野に入れる可能性が高まっています。ジャニーズ事務所の特定のタレントが所属するグループや個人にとっては これが退場を決断する後押しとなる可能性があります。そのため、本格的な退場ドミノの始まりとなる可能性も考えられます。ジャニーズ事務所の未来に向けて、ジャニーズ事務所は、かつて小ジャニー北川氏の指導の下で多くの才能を輩出し、日本のエンターテイメント業界に多大な影響を与えてきました。しかしながら、最近の出来事や報道からは、 ジャニーズ事務所が新たな天気に立たされていることが伺えます。小ジャニー北川氏の性加害騒動による影響もあり、事務所はかつてない危機的状況に直面しています。7月からの飛米の本格指導が、ジャニーズ事務所にとって最後の試練となるのか、それとも新たな挑戦となるのか、これからの展開が注目されます。今後のジャニーズ事務所の動向に対して、 ファンだけでなく業界関係者も熱い注目を寄せることになりそうです。平野紫耀と神宮寺勇太の渡米への合流報道は、ジャニーズ事務所のみならず日本のエンターテイメント界全体に大きな衝撃を与えています。これまでのジャニーズタレントの独立は業界に波紋を広げてきましたが、今回の報道はその中でも特に大きな注目を集めています。 滝沢秀明氏との連携によって新たなステージでの活動を始めることになる平野氏用と神宮寺優太の動きは彼らだけでなくジャニーズグループやその他の関係者にも影響を与えることが予想されます。ジャニーズ事務所における大きな変革が今後進展するかどうかは業界関係者やファンの間で注目されています。 この状況は、ジャニーズ事務所が抱える現状と、かつての栄光を背景にしたものであり、小ジャニー北川氏の功績も忘れることはできません。一方で、戸ベとの新たなパートナーシップを通じて、ジャニーズ出身者たちが新たな道を切り開く可能性が期待されています。 今後の動向がエンターテイメント業界にどのような変化をもたらすかは未知数ですが、平野紫洋と神宮寺勇太の戸部への合流は、ジャニーズ事務所の今後の方針と、日本のエンターテイメント業界全体の未来に大きな影響を与えることになるでしょう。 注目の敵となっている7月の飛べの発表が、ジャニーズ事務所にとってどのような新たな展開をもたらすのか、その結末については今後の動向を注視する必要があります。この状況が日本のエンターテイメント界における新たな時代の幕開けとなる可能性もあります。